吉田志門がお届けするベルリン雑談始まるよ。ベルリンから吉田志門です。今日は初めて夜にこの家でスタジオを作って撮影しています。今日はもうてかベルリンは本当に暑くって、今日はねまたジムに行ってきたんですけど、それもあってもう本当に暑いです。僕は特に5階に住んでるので、で日本と違って家にねエアコンがないんですよ。ということで窓をね全開にしてるんですけれど、それでも暑い。そうなんです、ベルリンも5月の末からジムが再び開き始めました。これですねジムね。まあでもね人は前と比べると全然少なくって、この領域には2人しか入れませんよとか、ここは1人しか入れませんとか、もうすごい制限がねいろいろあって、でかつ着替えをしてからじゃないとそこに行けない、その着替えをそこでできないんですよ。着替えてからじゃないといけないんで、着替えずに行ったらそのジムのに行く途中のトイレとか階段とかでこっそりと、ね、ズボン脱いで着替えなきゃいけないっていうことで、まあ、基本的にはね着替えなきゃいけないと、まあ、そんないろんな、まあ、条件付きですけれど、久しぶりにねジムに行く毎日を楽しんでます。実は僕はここ3、4年、まあ、ドイツに来てからちょっと経ってからかな、仕事の合間にちょこちょことジムに行くのを趣味にしていて、まあ、週2、3回ぐらいかな。主にやることはウェイトトレーニング、ウェイトトレーニングってこう100キロとかこうやってガッと上げたりするやつですね、まあ、やってるんですけれど、でもね100キロとか上げると結構ね腰の方は危なくて、実は僕コロナのちょっと前だから2月にちょっと入ったぐらいかなに100キロ、まあ100キロなんて軽いと思ってこうやったらもうブシってね魔女の一発っていうんですけどね、ドイツ語でヘクセンシュスっていうんですけれど、コロナのもう本当に直前に、ぎっくり腰をやってしまいましてですね、まあ、それでそしてまあぎっくり腰はね1週間ぐらい治ったんですけれど、まあ、そうこうしている間にコロナになって、それで当然ねジムなんかはできるわけないということで、もう完全に営業ストップとなってしまって、まあ好きに食べていい好きに飲んでいいっていうような生活を3ヶ月していたわけです。まあ、その結果がねこれですね。ということでこの動画を見てくださっている皆様にですね、この場を借りて、ちょっとね誓おうと思います。この夏は、痩せると、そして痩せるために僕はケトジニックダイエットというのに挑戦してみようと思います。ケトジニックダイエットっていうのはですね、つまりはご飯とかパンとかパスタとかいったいわゆる糖質ですね、いわゆる糖分、糖質、まあ砂糖もそうですけれど糖質っていうのを、まあ、ほぼ取らない、でその代わりに油とかねそういったもの別のものを摂取するんですけれど、そういうことで、まあ、ダイエットをするといった、まあ、ちょっと近年ブームになっているようなダイエット方法で、僕は3年前ぐらいかな一度やってみたんですけれど、2週間ぐらい3週間ぐらいかな、もう全くご飯を食べずに肉ばっかり食べる、肉とマヨネーズばっかり食べるっていう生活を2、3週間続けてですね、おかげで肌がツルツルになったんですけれど、ダイエットの方は失敗しました。今回は1ヶ月ぐらいかなに、短期集中ということで1ヶ月で集中して、だから8月の初めぐらいまでかな、バカンスに向けて、まあ、バカンス今年は海に行けるかは分かりませんけれど、ナイスバディになれるように頑張っていこうと思います。ナイスバディってね、そう、先日上げた大工の発音マスターという動画が本当にたくさんの方に見ていただいているみたいです。ありがとうございます。コメントとかメッセージで感想をいただくと、まあ、本当にねやってよかったなっていう気持ちに本当になります。もうねめっちゃ時間がかかったんですよ。やろうと決めたのが5月の中頃だったかな。風の噂で日本ね合唱団はこう年末大工できるかわからないけど、そのコンサートに向けていよいよ練習が開始しましたというようなちょっとニュースを耳に入れて、大工の発音もしかしたらやったら皆さん見てくれるかなというような気持ちで、特に初めてドイツ語を歌われる方向けに、まあ、何かね動画が作れるかなっていうアイデアのもとで丁寧に丁寧に自分なりに作ってみました。この大工の動画がいよいよ
アップできたっていうその日、まあその日は実際仕事だったんですけれど、その仕事帰り、さあそろそろね動画がアップしてるかなと家に帰ってくるこのマンションですね、エレベーターで一人ちょっとおじさんとね一緒に入ったんですけれど、そのおじさんがタバコを吸ってエレベーターの辺にいたんです。そしたら僕がエレベーター待ったらブーって音でおならして、まあ、その音がね大工のこのマーチの音にもそっくりのもうブーブーとねまあそんな話はいいんですけれど、音を聞くとやっぱりテノールねソロを歌う人たちっていうのはやっぱりみんな緊張するんじゃないかなと思って、バスフォードのブーって音がね、まあそんなくだらない話は置いておいて、今日はオンラインコンサートをねやりますよっていうお話をしようと思います。まず先にお日にちからねお伝えしようと思います。6月の21日日曜日の日本時間20時半、夜の8時半ですねからコンサートをします。出演は僕ともう一人ベルリン在住のソプラノ歌手の美咲さん、この2人で歌ったり弾いたりということで、まあ、2人でね全力演奏するのを楽しんでいただく、まあ、1時間かかんないかな、40分から50分ぐらいのプログラムになっています。実際このチャンネル登録をしていただいて、この今この動画のねこの右の部分をクリックしていただければチャンネル登録できます。チャンネル登録をしていただくとそれで通知をねオンとするとこのコンサート始まりましたよっていう時にこうピコンとね携帯が鳴るようになってますのでね、この今はい今はいチャン今はい今はい今チャンネル登録はいしました、ありがとうございます。はい、ということでこのコンサートミモコンサートと呼んでるんですけれど、このミモコンサートは4月に始めました。始まりは、まあ、きっかけは日本の、まあ、日本にね遠くいる、まあ、僕はドイツにいるのでこの日本の家族に向けて何か、テレビ電話で何かできないかなと思ったのがきっかけです。仕事も急に休みになってコンサートもね全部なくなっちゃって、ちょっと、まあ、毎日少し時間ができたので、じゃあここはよし毎日ピアノをね練習してみようかなと、一年発起ということでピアノを練習し始めたわけです。最初はダラダラ毎日好きな曲を弾くっていうことでねやってたんですけれど、やっぱなんか目標がないとメリハリがないなということで、1ヶ月に3、4曲、まあそんなねペースで、頑張ってみようと決心をいたしました。で、せっかく練習してるんだったらまあ家族ぐらいにはまあ披露しても罰が当たらないかなということで、 LINE でテレビ電話の形でですね、まあ、電話とはいえやっぱり人前でピアノを弾くってやっぱり歌うのと比べると500倍ぐらい緊張するんですね。で、ピアノ人前で弾くっていうのはまあ電話越しだったとしても10年ぶりぐらいかな、大学の試験で先生の前で弾いた以来ぐらいなので、もうめっちゃ緊張しました。で、5月はせっかくだったら母の日にやろうということで5月の10日、まああれも日曜日だったんですけれど日曜日にやりました。僕は歌う人ですから、まあ、ピアノソロねだけ弾いててもピアニストじゃあるまいしということで、仲がいい友人の美咲さん、先ほども紹介しましたけれどソプラノでベルリンにお住まいの、ベルリンの放送合唱団で研修生をされておられるソプラノの美咲さんにちょっとね歌ってくれませんかと頼んで、じゃあ私もね私もピアノ弾いてあげると言ってくれたので、じゃあ2人でね弾き合って歌い合ってやりましょうということで5月はやりました。まあ、でお友達ぐらいには見てもらってもいいかなということで限定公開で10人くらいかな10人くらいの方に見ていただいて、結構ねすごい楽しかったって言ってくださって、それで調子に乗って今回は皆さんに公開するという形になったわけです。で、まあオンラインコンサートですからね、生のコンサートじゃないからお金なんかねいただくもんじゃないなと思いますし、まして自分の専門じゃない、まあ、僕はね歌をね歌はプロですけれど、まあ、自分の専門じゃないピアノで、まあ、まあ真剣にねそれとは言っても毎日必死に練習して、まあ、いるわけなんですけれど、毎日ね
ちょっと調律がガタガタの、まあ、練習室の、まあ、アップライトのピアノを、まあ、毎日もうごちゃごちゃと弾いてるわけです。なんですけれど、まあ、当日ね、そのコンサート自体は、まあ、グランドピアノで、ね、なんか拙いけれど、まあ、一生懸命僕がピアノ弾いてるのを、まあ、お聴きいただくと、ね、まあ、こっちも頑張るので、まあ、皆さんね、リラックスして、あったかい目で、ね、あったかい耳で聴いていただく、まあ、そんなリラックスしたスタンスで楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思っています。コンセプトは、全力で楽しむということで、僕も本当にね、楽しんでいただくためにめちゃくちゃ今回は難しいピアノのベートーベンのソナタなんですけれど、めちゃくちゃ難しい、僕にとってはですよ、僕にとっては難しいピアノのソナタを毎日ね全力で練習していますし、共演の美咲さんはフランスのね曲に初挑戦ということで、フランス語もね頑張って毎日練習されておられます。とにかく僕たちの全力のエンターテインメントね、エンターテインメントを笑いながら楽しんでいただく、まあ、これが一番大事なコンセプトかなと思います。だってこんな時期やっぱり楽しいものしか見たくないじゃないですか、人ってだと思うから、まあ、僕たちのね全力で頑張ってる姿を、ね、楽しんで笑って、見ていただくっていう1時間にすればいいんじゃないかなと思っています。もう一度、日付を言っておきましょう。今回は6月の21日、父の日です。ハッピーファザーズデイということで、日本時間の8時半、20時半ですね、夜の8時半、ちょうど晩ご飯の合間か、食べ終わったちょうど一番いいリラックスできる時間じゃないかなと思います。場所はここ、YouTube のこのチャンネルです、ね。この動画を見ていただくような感じでポチッと押していただくと、見れるようになっています。参加料はもちろんタダです、ね、残念ながらお金をくださることもできません。服装は、お願いですからラフな格好でいてください。もうできればねパジャマとか、ね、裸で見ていただいても結構です、ね、こちらからは残念ながら見られませんけど、ね、できれば美味しいお酒とかおつまみとかね、そういったものをお手元に用意してもらって、ね、お風呂に入りながら見ていただくこともできます。で、動画にはね、コメントたくさん残していただくことできますから、ね、もうたくさんコメント、わちゃわちゃと書いていただいて、もう本当にそれぞれが参加するような形で楽しくやりましょう。最後にね、もう一つお話があります。僕のこの YouTube の動画作成におけるアドバイザーである YouTuber のブラボーブラザーズさんが登録者数1000人を達成しました。最近僕の周りの音楽家、ピアニスト、声楽家、いろんな方が、ね、指揮者も含めてYouTube のチャンネルを始めましたという方結構いらっしゃるんですけれど、まあ、そんな中で、僕の YouTube 動画投稿に、ね、いつもアドバイスをくださるブラボーブラザーズさんがついにね、お題の、登録者数1000人ということで、今日現在でまだまだ増加してて1300人くらいまでいったんじゃないかな。彼らは僕の動画編集についてもたびたびアドバイスをくださっていて、まあね、そんな身近な YouTuber、まあ、本当に立派な YouTuber ですね。 YouTuber も YouTube の先輩がついにね大台に乗ったということ、1000人の方にね見ていただいてるって、これすごいことですよ。ということで僕もとっても嬉しく思っています。僕も登録してくださる方が日に日に増えているということは本当に嬉しいことなんですけれど、登録して見てくださっているこの今の大事な登録者の皆さんが、あ、またね吉田志門面白い動画を上げたなというふうに思っていただけるように、吉田志門なんかちょっと最近の動画つまんないぞと思われないように日々頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、6月21日20時半にここで、ね、このチャンネルの、ね、動画でお会いしましょう。飲み物、おつまみは必須。ご自宅のリビングでダラダラしながら見るんですよ。ベルリンから吉田志門でした。いい1週間を過ごしてくださいね。チュース。